コンコーディア大学はアメリカ合衆国ミネソタ州ムーアヘッドにあるルーテル協会系私立リベラルアーツカレッジ。1891年にノルウェー系入植者が創立した。同学は高等教育委員会により認定を受けている。同学は学部でのリベラルアーツ教育を中心としているが、教育学及び栄養学の修士の学位も授与している。 コンコーディア大学は創立以来、その教育過程に、キリスト教及びグローバル公民権の思想を織り込んできた。同学の学生は全員、コミュニケーション、保健、宗教、及び文化を含む、コアカリキュラムと呼ばれる科目群を履修することが必須となっている。加えて、キャンパス外にも、同学の外国語イマージョン教育施設である15こと5の言語村が、 ミネソタ州北西部の5カ所に設けられている。課外活動としては、同学は男子10種目、女子10種目のスポーツチームを有するほか、コンコーディア合唱団をはじめ、コンコーディアバンドやコンコーディアオーケストラなど19の音楽団体を運営している。コンコーディア大学は1891年10月31日、ノルウェーからレッドリバーバレーのこの地に入植したばかりの 牧師及び、信徒12人が創立した。その用地としては、1887年に廃校になった、聖公会のウィップル司教学校の跡地が開けられた。初代学長には、セントラフ大学の英語学教授愛会クローズが就任した。そして、同学は、男女教学の英文学、自然科学、数学、ピアノ、オルガンの各専攻教育を提供し始めた。 同学は教授3人、学生12人で開学した。翌1892年、ノルウェー系の牧師ラスマス・ボグスタットは募金を募り、キャンパス内にアカデミーホールという男子学生寮を建てた。そのさらに翌年、1893年、グローズは学長の職を辞し、経営学教授ハンス・アーカーが2代目学長に就任した。アーカーは、 その後1900年にムーアヘッド市長に就任し、その翌々年1902年に学長の職を辞した。アーカーの後任として3代目学長に就任したボグスタッドはリベラルアーツ教育がその後同学の伝統となっていく礎を築いた。ボグスタッドの在任中、コンコーディアには後世にオールドメインと呼ばれることになるものをはじめとする様々な校舎が新築された。 コンコーディア大学のキャンパスボグスタッドが1910年に辞職すると4代目学長にヘンリー・オー・シャーソン牧師が就任したが翌1911年にワシントン州スポケーンのスポケーン大学の学長に就任しシャーソンの後任にはヨハン・エーアースガード牧師が就任したアースガードの在任中コンコーディア大学は近隣のパークリージョン大学及び ブルーフラットアカデミーを合併し、2年生から4年生に移行し、学位を授与するリベラルアーツカレッジとしての認定も受け、1917年に同学から学位を授与された最初の卒業生を送り出した。また、現在グローズホールとなっている新しい図書館も建てられた。アースガードは、学長のほか、アメリカ赤十字社のクレイグン支部長、 およびムーアヘッド図書館理事会長も務めた。その後、アースガードは、セントーラフ大学やノルウェーのオスロ大学等からも、名誉博士の称号を受けた。1925年、アースガードの公認、六代目学長に、ジョン・ n ブラウン牧師が選出され、就任した。ブラウンは、同学史上最長となる26年間にわたって、学長を務めた。ブラウン就任の、 翌々年、1927年には、コンコーディア大学は、北中部大学学校協会の認定を受けた。ブラウンの在任中、1936年には、フィエルスタッドホールという女子寮が、1947年には、後に、ブラウンホールと呼ばれることになる、男子寮がそれぞれ建てられた。百五十一年に退任した後、ブラウンは、ノルウェー国王ー七世より、 ラブ勲章を受訓した。ブラウンの後任には、ジョセフ・エル・ナットソン・牧師が、全会一致で選出され、就任した。ナットソン在任中の24年間で、コンコーディア大学の財政力は豊かになり、学生数は890人から2500人へと、ほぼ3倍増し、記念行動、カール・ビー・イルビセーカート書館、学生寮5棟、校舎3棟、フットボールスタジアム、 学生センターなど、キャンパス内の建物や、ベミジー近郊のノルウェー言語村など、18棟の施設が新築された。ナットソンは在任中の1962年に、ノルウェー政府より、西欧ラブ勲章を受勲した。1975年にナットソンの後任として、就任したポール・ J ・ドーバーは、コンコーディア大学史上初めて、同学の卒業生から学長に就任した。 人物であった。ドーバーは、道学の教育課程を改革し、そこに、ルーテル教会の使命を織り込んだ。1999年に、ドーバーが退任すると、その後任には、トーマス・ W ・トムセン牧主がついた。2004年にトムセンの後任、10代目学長に就任した、パメラ・ m ジョリクールは、同学史上初の女性学長であった。ジョリクールは在任中。 同学のグローバル教育を推し進めた。ジョリクールが2010年に死去すると、その翌年、2011年からは、ウィリアム・ J ・クラフトが同学の11代目となる、学長についている。ドーバー・カンパニルと呼ばれる首労は、キャンパスのランドマークになっている。コンコーディア大学のキャンパスは、市中心部の南約1キロメートル、エースストリート沿いに広がっている。オールドメインをはじめとする、 校舎国やカールビーイルビセーカート書館など、同学の主要な建物のほとんどは、西はフィフスストリート、東はエースストリート、北はセブンスアベニューサウス、南はトゥエルフスアベニューサウスに囲まれた区画の中に立地している。エースストリートとトゥエルフスアベニューサウスの北東角には、同学のウェルカムセンターが立地する。また、エースストリートとトゥエルフスアベニューサウスの南東側に、 広がる敷地には、ジェイク・クリス・チャンセン・スタジアムをはじめ、テニスコートやサッカー場、野球場などのスポーツ施設が集中している。キャンパス外の施設としては、同学の外国語イマージョン教育施設である、言語村が、ベミジーをはじめミネソタ州北西部の5カ所に設けられている。コンコーディア大学は、高等教育委員会により認定を受けている。同学は、 約2100人の学生を抱え、学生対教授の人数比は12、1で、半数以上の講義は20人以下の学生数で行われている。同学は50以上の専攻プログラム、及び12の専門職大学院準備プログラムを有している。加えて、同学の大学院においては、教育学及び栄養学の修士の学位も授与している。US ニューズ ワールドレポートの大学ランキングでは、同学は全米のリベラルアーツカレッジの中で130位前後という評価を受けている。コンコーディア大学は、ルーテル協会の知的伝統に根ざしたグローバルなリベラルアーツ教育をその使命としている。そして、同学入学から卒業まで、学業にとどまらず、学生生活の全てにおいて、同学は、ビカミングリスパンセブリーエンゲージドインザワールドを、 その教育の核となるテーマとしている。そのブルーを体現するものの一つとして、同学は全学生に対し、コアカリキュラムと呼ばれる夏季の科目群の履修を必須としている。このほかコンコーディア大学は夏季内視冬季休暇中の短期のものから、セメスターもしくは年間の長期のものまで様々な留学制度を提供している。日本にもユサックを通じて、広島大学、 および、長崎外国語大学に学生を派遣している。また、コンコーディア大学は、同じく、ムーアヘッドにキャンパスを置く、ミネソタ州立大学ムーアヘッド校、北のレッドガー対岸のノースダコタ州ファーゴにキャンパスを、置くノースダコタ州立大学、およびファーゴムーアヘッド領主のコミュニティカレッジとともに、トライカレッジユニバーシティと呼ばれる、単位互換協定を結んでいる。 コンコーディア大学のイマージョン教育施設である15こと5の言語村はベミジーを中心にミネソタ州北西部5カ所に置かれている。これらの言語村では、夏季キャンプ等の形で一般の児童、生徒向けの生きた異言語、異文化体験を通じたイマージョン教育を行っている。また、メイン会場であるベミジーでは外国語教員向けのイマージョン教授法講義を提供している。 設けられている15言との言語村とその場所は、下表の通りである。クリスマス公演、コンコーディア大学の創立直後、一人の教授がピアノとオルガンのレッスンを行っていた頃から、音楽は同学にとって重要な位置を占めてきた。今日では同学の音楽家は、音楽学士及び教養学士の学位を授与しているほか、教会音楽副専攻プログラムも提供している。 同化が運営する音楽団体は合唱、バンド、オーケストラ、パーカッション、マリンバ、ハンドベルト多岐にわたり、19団体を数え、同学の音楽専攻の学生、約200人に加えて、他専攻の学生600人以上が参加している。中でも、70人以上の団員を抱える混成のコンコーディア合唱団は、1920年に創設された歴史ある。 合唱団で、学内や、ファーゴムーアヘッド地域はもとより、カーネギーホールや、ケネディセンターをはじめ全米各地、さらには、アメリカ合衆国外でも公演を行ってきている。同団は、学内の声楽講師が創設したもので、1923年、ハーマン・モンソンが学長を務めた頃に、ツアー公演を始めた。四社会メリウス・クリスチャンセンの子。 ポール・ J ・クリスチャンセンが学長に就任した後は、同団は全米にその名を轟かせるようになった。1986年にレネ・クローセンがその公認に就くまで、クリスチャンセンは49年間にわたって、同団の学長を務めた。1927年から行っている、クリスマス公演は、コンコーディア合唱団を含む4つの合唱団、及びオーケストラが参加する大規模なもので、 ムーアヘッドの他ミネアポリスでも公演を行う。クリスマス公演は、その当初から、合唱とオーケストラを融合した形で行われていた。1940年に、芸術家の長に就任した画家サイラス・エム・ランニングは、就任1年目から1973年に、引退するまで、クリスマス公演の舞台背面を飾る壁画を描いて、きた。このクリスマス公演は、2010年、 そして2017年にも上中西部地域エミー賞を受賞している。フットボールチームの本拠地となっている、ジェイク・クリスチャンセン・スタジアム・コンコーディア大学は、男子10種目、女子10種目のスポーツチームを有し、全学生の約4割にあたる800人以上の学生が参加している。同学はそのすべての種目において、NCWA ディビジョン3に属する。 ミネソタ大学館体育館ファレンスにところ属している。なお、同学のスポーツチームの愛称であるコバーズとは、英語で、男性間での友人、仲間のことを意味する語であるが、女子のチームもコバーズという愛称を用いている。1903年、コンコーディア大学最初のスポーツチームとなる野球のチームが作られた。1907年にオールドメインが完成した際、その地下に作られた。 体育館を本拠地としてバスケットボールのチームが創設された。第一次世界大戦時下ですべてのスポーツチームが一旦活動を休止したが、戦後、1919年に野球チームが復活したほか、同学の生物学教授アルフレッド・ポップ・サッターがフットボールチームを組織し、1921年にミックに加入した。その後、テニス、ゴルフ、レスリング、 ソフトボール、バレーボール、トラック、クロスカントリーといった競技のチームが、やつぎばやに作られた。1941年、前述のコンコーディア合唱団の指揮者、学長ポール・ジェイ・クリスチャンセンの弟である、ジェイク・クリスチャンセンが同学の体育部長に就任すると、同学のスポーツはさらに発展した。クリスチャンセンは28年の在任中、記念行動や、 フットボールスタジアムを作り、またフットボールチームの監督としてこどのカンファレンス優勝へと導いた。1953年にはクリス・チャンセンはコンコーディア大学コーチングクリニックを創設し、名だたるコーチをムーアヘッドに引きつけた。クリス・チャンセンの教え子の一人、ジム・クリストファーソンは1969年に死の後を継いでフットボールチームの監督に就任し、 死をしのぐ9度のカンファレンス優勝、2度のディビジョン優勝へとチームを導いた。ジェイク・クリスチャンセン、ジム・クリストファーソンの両名とも、カレッジ・フットボール伝道入りしている。ありがとうございます。